実はですね、波川さんに質問がたくさん来ております、うん、あ、こっちにいます。波川さんに質問が来ていて、ちょっと読みたいと思います。分かる、だいたいここにこうあるもんそうですね、はい、波川さんへの質問、うん、あ、波川んちに集合なは、うん、フララ君、いつ呼ばれますか。出たい出たいです。僕チキンカツ持ってきます。だからその時はお気に入りでね、はい、いや、チキンカツ食べながら喋るのしんどいね。しんどいですか。でもこういう風に話してる方が、はい、多分結構生々しいんじゃない。生々しい、確かに。ああいう番組で形式上じゃなくて、じゃなくて、はい、こういう風に話してるから、うん、ここがあそこのスタジオになったところで、はいはい、変わらんやん。いや、意味ないもん。いや、そんなことないです。やっぱりでも見てて、うん、ああいいなって。俺もなんか違う一緒出てる人一緒なの。一緒。いや、そんなことない。俺だって出たい。波川はただのソファーになってるだけだって。ソファーに座りたい。いや、ソファーでやればいい。じゃあこれを、いや、波川んちに集合なに出たいんですよ。やっぱもう古原んちに集合してんだから。いいよ。これ古原んちじゃないんですよ。あ、そうか。古原んちじゃないんですよ。だから、うん、そう。だからまあいずれ波川んちに集合か古原んちに集合をやりましょうよ。そしたら。分かった。はい、お願いします。はい。そして、あ、そう。声優とやすび。まあこれもまあね、でもこれ声優サテライト出られないんですよね、これね。そんなことないんだけど。はい。出れるけど。これもう2人だから変わらんのよ、はい、いやいや、だからいいじゃないですか。どっちか出たいですよ、僕だって。だから分かったけど、はい、生徒休みに関しては2人 MC にゲストとして来る感じよ。あ、いいです、もちろん。だから波川んちよりは可能性高いよね。だって、はい、絵面変わんないんだからさ、はい、波川んち。あの、立ち座り位置も一緒な、こういう位置だから、はいはいはい、変わんないけど、はい、ただ生徒休みだと真ん中に座る感じになる。なるほど、うん、いいじゃないですか。だから、うん、そう、ぜひ呼んでほしいです。呼んでほしいです、よろしくお願いします。はい、呼んでほしい。強音でのアフレコで大変だったこと、うん、ありますか。やっぱ人数が多かったから。あ、確かに。みんなそのいわゆる顔を出してる方たちと声優さんたちって、まあ、コンビだったけど、だから全員集まった時に結構集まってたじゃん。集まりましたね。だから1人で1本のマイクに5人ぐらい入ることがあって。多かったですね。あれはちょっと大変だったよね。4本ぐらいしかマイクないからさ。あ、ちょっと質問なんですけど、うん、普段ってそういうことないんですか。ないよ、あんな5人もいるわけないよ。ないですか。ないよ。ないですか。特に今分散収録だから1人1本だったりするわけ。ああ、そっか。多くて2本、2人とかですか。いや、入れ替わり立ち替わりだけど、合体するとき全員ペンに合体するから。そうです、ゴーンちゃんは。いっぺんにマイク前にいるわけです。きっかけってましたもんね。せーのせーのってやるから。そう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 、ね、ボーンじゃーってやるじゃん、はい、あれはないな、ああいうことは。なるほど、うん、だから大人数でやるのが大変だったっていうことですね。はい、ありがとうございます。そして、あ、初めて、あ、これ聞いたことない。初めて古原に会った時の印象はありますかって書いてあります。十何年前でしょ。15年前ですね。うん、覚えてるよ、スタジオで、よろしくお願いしますって言ってくれたじゃん。あそこ、はい、もちろん、はい、前のスタジオで、はい、なんかまとめようとしてるけど一番落ち着いてねえなって思う。超ダサいやつじゃないですか、これ。いや、でもそれ可愛かったのよ。あ、そうです。なんかそれがレッドっぽかった。へぇー、ショーステっぽいっていうか。あ、周りは若い子、ね、10代の方とかもいたけど、はい、すげえ落ち着いてるじゃん。いや、もうそうなんですよ。一番こうなんか少年って感じだったから。そうそうですね、確かに。よろしくお願いしますみたいな。そうですね、なんかこう、はい、うん、可愛らしいイメージだったよ。確かにみんなの方がめちゃめちゃ落ち着いてたし、なんかなんていうんですかね、僕はやっぱりレッドのイメージって引っ張っていくみたいなイメージだったんですけども、はいはい、気づいたらなんか下からこうやってみんなが支えてくれる。そうそう、いや、いい雰囲気はあったよ。引っ張っていくぜって言ったけど、はい、後ろでみんなこういう感じで。そうですね、みんながね。そうそう、俺一人だけ走ってるみたいな。そうそう、あと画面に映ってるソウスケの走り方。ずっと言うじゃないですか、それ走り方ね。かわいいな、あれは。そうなんですよね、なんか治んないですね、あれ。治んないですか。治んないです。あ、僕の中でめちゃくちゃかっこよく走ってるつもりなんです。それね、はい、そういう意味で今日ちょっといいですか、席外しても一瞬。お、いいですよ。いいですか。僕誕生日プレゼント買ってきたんですよ。マジですか。はい、ありがとうございます。で、走り方が、はい、未だに治ってないんでしょ。はい、で、ランニングとかしてる。ちょっと最近できてないですね。でも、はい、しなきゃダメだよね、やっぱりね。はい、そうですね。やっぱ体力って、まだ若いからあれだけど、やっぱり走るのって大事だなと思って、はい、自分じゃ絶対買わないけど、はい、ちょっと興味はあるものを買ってみた。え、なんだから、はい、これ。え、いいですか。ちょっとアシックスの、本当のアシックス。何
ちょっと買って、ちょっと開けてみて、開けてみて、すいません、嬉しい、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます、マミカさん、ありがとうございます。ちょっとね、予想より、はい、高くて引いた。え、なんかね、何、値段書いてなかったの。時価、時価っすか、マジ時価じゃない、何でもサンマみたいな。時価、マグロじゃないんだ。うえ、何これ、何これ、何だと思う。え待って、キープフォームパワーサポートって書いてあるこれ、これあれじゃないですか、巨人の星とかで矯正する。違う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 、あのさ、はい、よくさ、外国の方とか、はい、日本のアスリートとか、はい、本当のアスリートが履くスパッツみたいなのあるじゃん、はい、あ、はいはいはい、我々は短パンとか、はい、ジャージとか履いて走るけど、はい、そのスパッツみたいのって恥ずかしいじゃん、まず履くのが。はい、確かに恥ずかしい。でもこれってすごいみんな履いてるから、はい、なんかいいのかなと思って、はい、これ1枚で走るんだよ。いやマジかマジか、これうわこれ、こういうの履いてる人見るとめちゃめちゃ走り方綺麗だし、すごい美しいライン、男性も女性も。いやちょっと待って、これこれ1枚で自分じゃ買わない。いや俺も買わないでしょ。はい、でももらったらちょっと誰も知らないとこだったら走ってみたくない、これで。確かに、ありがとうございます。これ長ズボンがいいかなと思ったんだけど、はいはいはい、長いのと短いのがあるんだけど、はい、で短い方が3000円ぐらい安かったから、はいはい、こっちも。いやいやいや、もうそんな、もうありがとうございますいやいや、申し訳ない、そんな3000円気にするような人じゃないですよ。ありがとう。あ、なるほどね。あ、そう、あのね、42.195キロを走るとするじゃない、はい、それをこれを履いて走ると34キロ分の、疲労が軽減されるんだ。マジっすか。7キロぐらいしか走ってないことなんそんなことある履いてみてだから。わかりました。自分では履いたことないけど。いや、そうですよね、ですよね。だから何をそんな満々に言ってるのかなってちょっとやっぱ思ってた。これが思ったか、はい、これが古原方式や。なるほど、そう取られてんのか俺ら毎回あ、ちょ、これはさっきも言ったんですけれども、うん、もし古原さんが、うん、声優になりたいんです、弟子にしてくださいと言ってきたらどうしますかって質問です。いいよってやればいいじゃん。本当ですか。もう絶対ですよ、俺浪川さんのもう本当ステーラックに押しかけますから俺マジで。チラッて見ちゃいましたいい今生まれたね今ねチラッて見ちゃいました。いいよいいよ。前回の浪川さんとのコラボで一番印象だったのはこの縦と横のつながりのみが力になる。ああ言ったわ、はい、もう自分である縦と横のつながりのみが力になる。縦と横のつながりのみが力になる糸みたいな話ですね。いいこと言ってんじゃん。 いいこと言ってますよやっぱり、うん、だからでも確かにそれは僕今年1年間どうだった、やってみて、やっぱやってみてすごい、やっぱなんだろうな、その自分のそのつながり、まあ、縦か横かっていうのはたまに分かんなくなるんですけれども、うん、やっぱこのつながり、いや分かるよそこ大事だからそのつながり、特に縦忘れちゃダメだと思うよ。やっぱすごく大事だなっていうふうにやっぱ思いましたね。人によっては縦を嫌がる人がすごい多いから、怒られ慣れてない方がやっぱ怒られるのも嫌だみたいな方が多いから、やっぱね、怒られてでもやっぱ縦、はい、横は大事にした方がいいと思うね。浪川さんってもう怒られることってあんまないよね。めっちゃある。え、今も、うん、え、誰に怒られるの。ファンの方とか。あ、え、ファンが怒るんですか。怒るっていうか、はい、いじってくるよね。いやでもでもそれって浪川さんもちょっとなんかそう仕向けてる部分若干あるじゃないですか。あと自分が怒ってるのに周りが気づかないから、はい、怒ってんだぞっていうことを言う自分に腹が立つよね。あー、なるほど。今何かが怒ってるよって説明しないと気づかない、はい、周りは。え、何かさん怒るんですか。怒る始まった、これだよこれだよ。何ですか何ですか。優しいイメージと、もう何でもいいよって、なんかもうフラル君の好きなようにやってよみたいなイメージがやっぱ強いんで、うんうん、だから他の声優さんたちにしたりするとそうじゃないですか。なんかもう全部受け入れるし、で、なんか常にやっぱアンテナ張ってるからツッコミもめちゃくちゃ早いし、うん、っていうなんかイメージがやっぱあるんで、基本はね、でもツッコミが好きなの。あ、ボケるよりですよね。そう、だから、うん、別に構えてるっていうよりはツッコみたいだけなんですね。あ、なるほど。本当はね、なんかボケのイメージあるみたいだけど。あ、でもなんか漢字が読めないとかそういうところはちょっと、あれは読めないんじゃないの。
なんで世の中はたまたまそういう風に言ってるだけ。どういうことですか、ごめんなさい、全然分かんなかったんですけど。ごめん、全然分かんなかったです、なんかさ。だから僕はなんかみんなで、ね、読めない、読めない、読めない言うけど、はい、読めないで読めてんだもん。読めてるか。たとえそれが鳥籠をウーロンって読んでたとしても、俺はウーロンだと思って読んでるわけだから、そっか、間違って読んでるわけとは思ってないわけ。なるほど。芝居だし。そう、芝居を切るわけにはいかないから、はい、たまたまそう。じゃあ古原君の名前がコゲンさんだっつうじゃん、例えば、はいはい、で生まれた時からコゲンかもしれないじゃん。なるほど、はい、でも周りは古原だと思ってるだけであって俺はコゲン。なるほど、変わってますね、やっぱり浪川さんも。ちょっと浪川さんでもちょっと安心しました僕。何が、なんか浪川さんにもそういう部分があったんだ。そういう部分ってなんだ。はい、なんか浪川さんも完璧じゃない部分があって俺はなんかすごく嬉しい。いや完璧でしょ今の話の流れは。いや、なんつうの、間違ってないんだもん。いやでも確かになんかね、僕遊戯王を見た時にマリクってキャラいるの知ってますか、うんうん、あのマリクってもう純粋悪なんですけど、で基本何かその悪なことをすると罰ゲームって遊戯がやるんですけど、マリクからすると純粋悪だから別にそれを悪いと思ってやってないから、はいはいはい、そう、マリクの中では悪ではないっていう話があるんですけど、ガンダムの真髄だわ。だからその話とちょっと似てるんですよ。そうだね、浪川さんって。そうそう、ん？俺が？浪川さんが似てます。ガンダムじゃなくて、いやガンダムじゃなくて浪川さんが要は自分の中ではこうだから他の周りが何を言おうと俺の中では一本筋が立ってるしっていうことじゃん。だから折れてるんだよ逆に言えば。あ、みんなはそういうのかと。ああ、なるほど、うん、いい、この話もいい。逆にね、絶対通じないから逆にね、うん、なるほど。いやよかった、なんかちょっと嬉しいな浪川さんのこういう部分も見れて。俺は自身 その役者人生で一番大切にされてることって何でしょうか。今回も神発言を期待してお待ちしてますって書いてあります。んそんな前なんか言った。いやだからこの神発言はだから横と縦のみがね、繋がりになるみたいなことだと思うんですけども、役者人生で、はい、一番大切にしていること、はい、健康。あーでも浪川さんそれ去年も確かにそこはなんか言ってた気がする。だメンタルも含めてじゃないですか。あ、健康じゃないと。ただね、メンタルが不健康だと体もなんか不健康な感じがある。でも浪川さんが病むイメージとかあんまないです。いやお前それ悪口やから。え、まあ俺だって病むときは病むんだよ。病むんですか。病むよ。え、すごいぞ。え、すごいの。空とか見上げるぞ。マジっすか。俺がアフリカ行った時と一緒じゃないですか。何もやることがなくて気づいたらずっと見たことない。何もやることなくてじゃないわ。あ、違う違う、違くてだよ。いろんなものを辛い思いをして空見上げたり風感じたりするんだよ。ただサウナがハマって、そういう意味では。なるほど。そのデジタルデトックスもそうだし、はいはい、前も言ったと思うけど、はい、そのやっぱ自分と向き合えるっていう、やっぱりガッて忘れられるっていうのは、うん、まあそういう性格なのはいいかもしれない。あ、じゃあ浪川さんがその何か嫌なこととか発散するときの一番そのおすすめの方法って何ですか。ポジティブじゃない。ポジティブ、うん、ポジティブになるためにやることってありますか。例えばあのね、会社やったりとかもしてたりとかするんだけど、はい、よくリスクヘッジとか書いてるじゃん、はい、みんな、はい、そんなの表面上だけなの多分。そうじゃなくて一番最悪なバージョンを考える。例えば何でもオーディションでもいいけど、はい、これ落ちたらどうなるとか、と全部最悪なバージョンを考えた時にどうするかっていうことまで考えるようにはしてる。そっか、まあ、それはほとんどビジネスする時にだけど、うん、でも基本ポジティブに考えるから、はい、みんな行くぞやるぞってなった時に何か絶対うまくいかないからミスるんですよ、はい、ミスった時にその最低を考えてれば、なんか失敗したってなった時にみんなここは最低、うわ最悪だと思っちゃう。確かに確かに確かに。そうすると立ち直るのにかなりのエネルギーが必要、うん、でもここまで想定しててこっからさらにこういくんだっていうのを考えてれば、ここまで行った時にいやまだ耐えられる、うん、なるほど、まだいけるっていうのを、これが何分割にもチャンスが、はい、だ一発で心折れると折れるんじゃなくて、100回ぐらい折られてもまだ大丈夫みたいなものの考え方は持つようにしてる。だから一番下の要は深さをもっと深くしておけば、ここの深さだと傷つかないみたいな。そう、ここだったらまだ修正できるっていう心が折れなくて済むみたいな。っていうのがポジティブかなと思った。ポジティブっていうと大体みんなイエーイとか、はいはい、全部プラスに考えたりいいことしか考えませんじゃなくて、はいはい、
失敗した時に立ち上がる時にここがポジティブさが必要なの。みんなで楽しくやろうぜとか、はい、これ絶対うまくいくよとかっていうのは誰だってできるんだよ。まあ確かにそうですね。でも失敗するのはその人しかできなくて、はい、でその立ち上がるのもその人しかできないんであれば、ここのポジティブさだけ常に、そこにはいっぱいチャンスを自分から作っていくみたいな。うわー、その考え方がなかった。そうだ、そうすると結構頑張れる。へえ。役者でもだってオーディションでさ10個受けて10個落ちるよ。2枚も落ちますか？落ちる。受かる時は30前半の時はすんげえ受かってたけど、はい、今ほぼ落ちるのよ。マジっすか？そん時にうわ自分役者向いてないっていうの、38年やって、はい、向いてないってもうさ振り返れないよ。確かに。でしょ？で落ちても別役だったらとか、なんで落ちたんだとかっていうのを考えていくわけじゃん。そうですね、すごいいい話ですね。だし、なんか多分これ見てる人とかも、もしかしたらだから明日から考え方がちょっと変わって、浪川さんのそのポジティブ、その逆説のポジティブだよね、一番最悪のそのライン、だから今まではここで心折れてたことを、ここだったら 100% 折れるでしょっていうところを見つけたら、意外にここじゃ折れてなかったよみたいな、そういう考え方はだからありですよ、ね、上手になったじゃん、聞き上手。聞き上手は話し上手っていうから、ね、わった、ちょっと待ってください。じゃあここで聞きたいんですけれども、あの聞く力をやっぱつけろみたいな、やっぱ、うん、去年ね言われたと思うんですけど、これ何様なんだろうね。いや、そんなことないですか。で聞く力はちょっとはついてますか？ついてる、すごいついてるよ。やったー、もう今日これ聞きたくてやってた、マジで。マジ長くねえじゃん、1時間以上喋ってる。嬉しい。ありがとうございます、本当に。はい、いや嬉しいですよ。だからでも楽しくこういう風にね、楽しい時間過ごせたらこちらこそありがとうございます。いや本当にありがとうございます。やっぱりでもね、浪川さんがやっぱこうやって来てくれると、俺もやっぱ YouTube の始まりがその浪川さんでゲスト始まってるんで、やっぱその僕もその始めた時の気持ちになれたりだとか、やっぱあの時にその頑張ろうっていう気持ちがまた蘇るんですよ、うん、この浪川さんがやっぱ来年来てくれることとかを楽しみに頑張る部分もちょっとあったりとかするんですよ、俺の中で。いや、じゃあ僕もあの生きる糧になりますよ、頑張って。本当ですか？生きていきますんですよ。ちょっと待って、なんか年取ってる、年取ってる、年取ってる、年取ってる。やばい、この1時間でだいぶ老けた。だいぶ老けた。待って待って、嘘でしょ。はい、ということでですね、今回のゲストは、はい、声優の浪川大輔さんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。